色のついた面を内側にして折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角を中心に向けて折ります。裏返して 反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。 上の三角も軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。これを裏返して今度はこの下の角を 上の角に合わせて折りますこの時合わせると言っても角から2ミ、mm、リぐらい下のところで折りますこの部分を縦の筋に合わせて折ります反対側も同じように折ります これを開いて先ほどのひし形の時のように同じように折っていきますこの部分を下に下ろしてこれを上下ひっくり返しますそしてこの右側の部分を開いてこの先っぽを下に下ろします おろしたものをここから1センチぐらいのところで上に折り返します。折り返したら、閉じます。今度は左側を開いて、左側も同じように、下におろして1センチぐらいのところで折り返します。さっきのと合わせるといいです。折り返したら、閉じます。 この状態で今度はこの先っぽを開きます。ちょこっとずつ開いて角に少し出るぐらいこれぐらいの位置まで開いて折ります。左側も同じように角を開いて左右同じぐらいの角度で折ります。 次にこの両側の角を小さく折ります斜めに真ん中から斜めぐらいのところで小さく折りますこんな感じになります次にこの角なんですが 角を押さえたまま、この奥側の方を少しずらします。そうすると、このように、角の奥が開いて、広くなります。このようになります。反対側も同じように、角を開いて、 奥側の紙を少し開いて折りずらします。このようになります。しっかり折って次に下を向いた先っぽを上に上げます。そしてこの角から5ミリぐらい5ミリぐらいのところで 裏に折ります裏にしてまっすぐに見てまっすぐに見て閉じますそしてこの両側の小さな角をこちらも小さく折りますこれで折り紙の部分は完成です これに顔をいいていきます額の正面というか顔の中心にホームベースのような模様があります頭の上部分はやや曲線の 形になります次に目なんですが下側からやや大きめですラティオスは鋭い目でしたがラティアスの場合は丸っこくてちょっと大きな目になります 黒目も大きめです。目の半分ぐらいが黒目です。これに色を塗っていきます。白のマーカーで額の模様と目をしっかりと塗りつぶします。色を重ねてしっかりと塗ります。次に黄色で黒目を描きます。 黒いマーカーで縁取りをしながら瞳を描いてあとは白いマーカーで目に光を描きます形を整えて これで、ラティアスの完成です。